皆さんおはようございます。フェボーチャンネルです。本日は5月24日金曜日、花金ですね。いよいよやってまいりました。本日一日ね、音楽と機材妄想の目に元気に頑張って、明日明後日のね土日また天気がね、いいらしいので、素晴らしい土日をねお過ごしいただきたいというふうに思います。さてまずね、冒頭なんですけど、あのボスさんのね、公式のツイッターアカウント皆さんご存知ですかね。もうね、フォローされてる方多いと思いますけども、フェボーさんもですねローランドさんから言われてね、拡散させていただきましたけれども、時々ねコメント付きで、いいねとかですねいろいろするとですね、逆に最近ボスさんからあのまたいいねっていただいたりしてですね、なんかとても嬉しくなりましたですね。こういう大手さんからいただくとですね。で、あの今回乗っていたのがね、反応したのが、ボスの OD1、この写真にちょっと痺れましたですね。で、1977年にデビューって書いてますけど、フェボーイさん実に7歳の時にもうすでにね、このコンパクトエフェクターが誕生していたっていうのはね、なんかこう感動的でもありますですね。で、形が一切変わらずにね、今でも新作、出し続けているというところがですね、本当に素晴らしいなということで、ぜひとも皆様方、ボスさんのね公式のこのツイッターアカウントねフォローされてみてはいかがでしょうか。さて、昨日のね新規初投稿、まずね。えのけんさんですね、ペダルトレインミニでね組んだということでね、コンパクト、で、直列コンパクトな直列ボードということでね、今回注目したいのがですねミニタイプですね、クライベイビーのミニタイプのワウ、ちっちゃいですね、これでワウなんですよね。それから、ね、もう一つ TC エレクトロニックの、ブースターなんですけど、クリーンブースターなんですけど、こちらがですねとっても小さくて、実はエフェボージさんもね使ってたですよね。でスパークって言うんですけども、値段も安い上に非常にこう使えるブースターですので、ぜひともねこれも皆様方お店に行ったらですね、ぜひともチェックいただきたい。よくあるねブースターエキゾチックとかね黒いタイプですけども、真っ白いタイプは TC エレクトロニックということでね覚えていただいてですね、土日ぜひともね見かけたら、チェックしてみていただきたいというふうに思います。えのけんさん、投稿誠にありがとうございました。それからねご常連さんのズーシミさんですけれどもね、マイページをね拝見していつもこう思うんですけどね、この写真とってもね可愛いんですけど、ご子息なんですかね、ズーシミジュニアなんですかね、そこがとてもね気になるところですので今度教えてほしいなというふうに思いますけども、今回ねご投稿いただいたのはね、歪みのところがねこだわりなんですけれども、ベムラムとですね ICS ファクトリー両方とも国産ペダルなんですけど、こちらをね主役にするための、ボードということでですね、とってもこうね見た目が、カラフルかつですね、コンパクトに仕上がっていてですね、で歪みにもこだわっている、ワウも入ってるっていうことでですね、とってもこのボードなんか真似したくなるようなボードですねということで、ズーシミさんのマイページをね拝見したらですね、なんかゆるりとええ感じでありたいっていうですねこのプロフィールいいですね、なんかねこのコメント。そしてマイギターがですねまたちょっとなんかこうテレキャス風の、ピックのあの、ピックアップのところも見えますけれども、形がねすごくなんか珍しいというかですね、FFさんよくわからないけどもかっこいいと、思えるようなギターが乗っておりますので、ぜひともね皆様方チェックいただきたいというふうに思います。で、あの過去のねボードも拝見したらですね、もうすでに、これで10回目の投稿ですかね、ボードの遍歴も見ることができますので、ぜひともチェックいただきたいというふうに思います。そして最後になりますけども、アースクエイカーデバイセスのですね、事例の動画、ですね、Twitter ではねもうすでにあのトーンジョブのね、事例をですねリンクを貼ってですねツイートさせていただきましたけれども、今回ですね、この Twitter とツイートとですね、それからブログと連動してですね、フェボーチャンネルでも解説を、一期仕事、事例ごとにしていきたいというふうに思って、昨日アップさせていただきましたので、これからね、どんどんアップしていきますので、気になる方はねぜひともチェックいただきたいというふうに思います。でね、ちょうど昨日、ミュージックランドキーのね、京都店さんの方がですね、ちょうど思想動画をね載せられていてですね、こういう動画があるとですね、あ、こういう音するのかってことが分かりますので、それもチェックいただきつつですね、この土日、ぜひとも、ね、思想していただいてですねチェックいただきたいというふうに思います。ということでね、この、花金を乗り越えてですね楽しんで、そして、土日もですね音楽三昧の素晴らしい2日間をねお過ごしいただきたいと思います。ありがとうございました。